さあ大注目の一戦です。チームのリーグタイトル獲得なるか。決戦の時が迫っています。このまま EA TV でご覧ください。今日のサンシーロはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。ホームチームはここでリーグタイトルを手にするんでしょうか。 AC ミランがジェノアを迎え撃ちます。ホームのサポーターが大いに盛り上がっていますね。ホームチームの優勝が目の前に見えていますから、それも当然でしょう。この大声援に応えてここで結果を出せるでしょうか。これは狙います。なんとゴールだ。これでチームはタイトル獲得に大手をかけました。いやー、やりましたね。スタジアムが沸きに沸いています。これはこのまま優勝を決めてくれるかもしれません。ゴールの時点での一瞬の判断をする力ですね。ここしかないという場所とタイミングで打ってきました。節目の試合ですから、ここは勝利で飾ってもらいたいですね。これはディフェンスの連携がいい。取った。ヘビーストローク。ボールを運んでいます。マリノフスキー。おっと、取れた。最後はキーパーが立ちはだかりました。ここでトモリ
ました。カウンターアタックに入るか。ストロートマン。ノア・オカフォー。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。プリシッチ、鎌田、プリシッチ、ルーベン・ロフタスチーク、パワーは十分なシュートでしたが精度を欠きました。大きく外れていましたね。近場近で行ったような感じがしました。ラファエル・レオン、レオン、これはチャンスだ。ゴールの上を狙ったヘディングでしたが、ボールはバーを超えていきました。タイミングは良かったですが落としきれませんでしたね。追加点の欲しい時間帯ですから、決めきれなかったことに監督も不満な表情です。同点に追いつかれたとあって、監督も渋い表情ですね。テオ・エルナンデス。さあ、ラファエル・レオン。テオ・エルナンデス。ここで鎌田。ベナセル。押し込まれた位置でしたが、うまく対応しました。相手からプレスをかけられています。このパスはわずかに味方と合いません。相手のスローインになります。サイドのスペースを使ってきました。ルスラン・マリノフスキー、ダンセー、
ル、相手のパスをカット、一夜の初ボールを守っています。コーナーキックはキーパーが抑えました。よく集中してましたね。キープしています。さあどこから仕掛けるか、また決めたかと思いましたが、これは入りません。そうそう決められませんよ。ハーフタイムのホイッスルです。チームにとって順調な前半になりました。このまま試合を進めればあと45分で優勝が決まります。そうですね、今シーズンの戦いは素晴らしいものでした。
後半はタイトル獲得への締めくくりにふさわしいパフォーマンスを見せてくれるんじゃないでしょうか。ここでプリシッチ、ここで抜いてきた、これは惜しい。強烈なシュートはわずかにポストの外側でした。ジアのハプス、ここでボールをダッシュしました。ナイスタックルです。ジュニオルメシアス、ケビンストローク、イチアのハプス、ウスラン・マリノフスキー、ポゼッションは相手チームに。イチアのハプス、ジュニオル・メシアス、このクロスボールは脅威にはなりません。キーパーが処理します。監督の眉間に深いシワが寄っていますね。このタイミングで同点にされて心中穏やかではないでしょう。これで同点となりました。次のゴールはどちらのゴールとなるでしょうか。
クリスチャン・プリシッチ。さあスタジアムのテンションが上がります。アマヤというパスでしたがしっかりインターセプトしています。いい位置でインターセプト、チャンスになるか。ゴールだ。これでチームはタイトル獲得に王手をかけました。いやー、やりましたね。スタジアムが沸きに沸いています。これはこのまま優勝を決めてくれるかもしれません。チーム全体の連動したプレスが相手のミスを誘い、ボールを奪ったところから攻撃が始まりましたね。これは見事なゴールでした。ピンチをしのぎます。プレスをかけられます。プリシッチ、このボールは通さない。ケビン・ストロートでした。ミラン、前が空いている。これはチャンスです。ゴールだ。これはもうチームのタイトル奪取を確たるものにする得点と言っていいでしょう。やりましたね。サポーターの様子を見てください。もう優勝が決まったのような喜びようです。さあ映像が来ました。この折り返しが素晴らしかったです。そしてこのシュートです。ディフェンダーに囲まれながらも決めてきました。簡単には潰されない強さはさすがですね。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。ケビン・ストロートマン、ストロートマンに渡った。さあボールを前に運びます。どんな攻撃を見せてくれるんでしょうか。ここはタックルで回避、相手のシュートを許しません。スルーパスが味方に通る。キーパーが止めた。得点ならず。ここで取り返す。タックルが決まりましたね。惜しい場面でしたがボールはラインを割りました。この選手は期待した通り素晴らしい働きぶりですね。今日はゴールに貢献していますが、やはりインチでボールを受けているんですよね。
こういう選手がいると周りの選手も心強いですよ。コベガ、カル、カラブリア、ノア・オカフォー。試合終了まであと15分あります。プリシッチ、中の味方にいいクロスが入ります。ここは枠を捉えきれません。ここで止められます。さあかわしてきた鎌田、この位置でインターセプトします。これはチャンスだ。ボールがこぼれた。このピンチはクリアでしのぎます。ここでかわしました。クリアして相手のチャンスを断ち切りました。ここでミランが選手を交代します。厳しいかもしれません。ジュニオール・メシアス、トマーゾ・ポベガ、ミラン、ここでボールロスト。ボールを運んでいます。どこにボールを動かすか。惜しいシュートでした。剣を返せると相手にプレッシャーをかけられたんですけどね。チームにボールが渡ります。
鎌田大地。コーチそしてサポーターと一丸となって掴んだ優勝ですからね。ここまでの苦労がようやく報われました。そうですね、優勝という栄誉を手にしてピッチやベンチの選手たち、そしてスタンドのサポーターも全員が喜びを爆発させています。スタジアムは未だ熱狂の渦に包まれていますが、ピッチでは表彰式が始まろうとしています。やはり選手たちにとっては特別な瞬間なんでしょう。全員が待ちきれない様子でトロフィーのそばに集まってきています。さあ一人の選手が燦然と光り輝くトロフィーにその手をかけ、今高く掲げました。新たな王者の誕生です。福西さん、女王と言った方がいいかもしれませんね。はい、女子サッカーなのですが、これが的確ですね。まあ男子顔負けのサッカーを見せてくれるんですから、王者でもいいですが、どちらにしろ優勝するにふさわしいいいチームでした。さあ選手たちがスタンドに駆け寄ります。応援もしてくれたサポーターと優勝の喜びを分かち合います。素晴らしい光景ですね。ねえ、優勝できたのもサポーターの声援あってのことですから、みんなが一丸となって勝ち取ったタイトルですね。さて写真撮影です。選手たちのリラックスした表情がいいですね。試合中の厳しい表情があるみたいですよね。みんないい笑顔をしています。